Kinugawa, Japan. Using rituals. 取り憑かれた？ウェイ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 。はい、こんばんは、島津です。皆さん本日はですね、そうですね、結構前に出たゲームなんですけどね、話題のゲーム、ディボアかな、合ってる？合ってなかったらごめんなさい。やっていきたいと思います。こちらのゲームなんですけどね、まあプレイヤーがですね、とある宗教にね加入するんですよ。で、そのね、宗教の長がですね、まあ悪魔の儀式を行って自分でその悪魔を制御できるんじゃないかなってね、自信過剰でいたんですけど、まんまとね、悪魔に体を乗っ取られてしまって、で他の宗教の、信者たちが長を悪魔から救うっていったね、ゲームになっております。で、まあそれがね、初期のストーリーだったんですけど、どん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 アップデートされていって、またね、新たなマップとかが導入されたんですよ。で、最新のアップデートで導入されたマップがなんとね、日本マップみたいなんですね。マップとしてはね、なんか廃れた古い旅館なんですけど、まあそこに住み着いてる悪霊を払うっていうストーリーなんですかね。ちょっとね、そこの新マップのね、バックストーリーはね、よくわかってないんですけど、まあ、そういった感じで新マップとかも追加されたみたいです。で、今回はその日本マップをね、やっていければいいかなと思ってます。はい、それじゃあね、とりあえずシングルプレイでね、遊んでいきましょうかね。ちゃんとね、キャラクターはですね、そのモブキャラとかじゃなくてね、しっかりとね、バックストーリーのあるキャラクターたちなんですね、こんな感じで。で、最近ね、アップデートで追加されたのが、このパークっていう、新しい新要素みたいなんですけど、まあ、ステージをクリアするとね、パークポイントがもらえて、それでね、アンロックできるみたいなんですよ。まあ、自分はね、初めてやるんでね、ちょっとパークは開放できないんですけど、まあ、やっていければいいかな。頑張ります。それじゃあ行きましょうか。一人でクリアできるもんなんですかね。まあ、ちょっと気になるところです。Kinugawa, Japan. Using rituals remembered from her time with satanic cult The Watchers, Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Hidden away in the caves beneath a family-owned inn,Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. But the ritual has gone wrong, and now Azazel has possessed Zara's body and mind in the cruelest of ways. As a former cult member and one of Zara's loyal friends, you have finally located the inn after months of silence.You dread what awaits you within. なるほどね、そういったストーリーか。ザラ？ザラだっけ？クラ？あ、来た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 。こっから入れんのかな？入れないよね。どっから入るんだ？お、窓開いてる。ここか。あ、こっからだ。はいはい。侵入しました。で、今回は何を生贄にして払うんかね。あのね、そう、儀式を行ってね、憑依された悪魔を払うみたいなんですよ。で、その初期マップはですね、羊を10匹生贄に捧げて、それで、まあ、憑依を振り払うって感じだったんですけど、それで、ここが今回儀式を行う場所っぽいですね。おそらく。まあ、枯れてるわ。ああ、雲のマークがあるね。え？これあれだな。雲こっから出てくるね。あ、あったあった。このゲームなんだけど、このブラックライト。ブラックライトをね、敵に当てると、一時的にね、ひるますことができて、逃走とかができるようになるみたいです。ここは何？ああ、はいはいはい。隠れる場所も存在してるみたいだね。なるほど。
で、すげえ。雲が。雲の巣が半端ない。まあ、ゆっくり、周りを見ていきましょうか。一人向けにね、バランス調整されてるといいですけどね。どうだろう？お風呂場だ。なにこれ？これ何？何？白って書いてある？あ、違う。漂白って書いてある。これ何？お？なんだこれ？漂白剤か？え？漂白剤ってどこで使うんですかね？どこで使うんだ？あ、またあった。漂白剤。これが温泉みたい。ちょっと変わってるね。これなんだ？なんかお花取った？漂白剤は1個しか持てないみたい。うん。はいはい。物を持ってる時でも、UV は使えるね。行き止まりだ。え、凝ってるね。これ海外のね、開発会社が作ってるんですよ。うん。黒糖半島に住みませんか。なんだったっけ？鬼なんちゃらっていう町みたいだよね、ここは。え？この漂白剤どこで使うんだ？まあ、ちょっと、ゆっくり行きます。いる？なんか音がする。気のせいかな？あ、はいはいはい。ん？ここ、遊び場ですね。卓球台に、ビリヤードもある。うん、漂白剤あった。お気に入りだって。お気に入り。あ、やっぱり羊出てきますね。うん。やぶさめあるやん。やぶさめね。日本の伝統の芸能の一つって言えばいいんですかね。ここは1。開かない。え？鍵あるの？開かない。開いた。ちょっともごめんね。ぐるぐる回って、とりあえず、周りをね、確認しないとね。ここ開かないわ。え、鍵どこにあるのかね？いない？ちょっとね、ちょっとカクつきあるね。あ、ここじゃない？ここだよね、例の洞窟。やっちまった。来る？もう耐えられないだって。日本語？え？日本語もちゃんとしてる。ここにいる、ん？ここにいた雲を生贄にしたんだよね。そのアザーゼル。まあ、悪魔に。悪魔を召喚するために生贄に捧げたんだけど、まあ、失敗したと。おう、温泉がある。温泉があるよ。うん。温泉。いやー、最近温泉とか入ったことないからな。なにこれ？え？なにこれ？ん？ん？え？これは？何をしてんだ？組めるのかな？あ、違う。え？温泉の中に漂白剤入れましたよ、皆さん。いいの？色が白くなった。お湯の中に漂白剤入れたんだけど。こっちも？これ何か意味があるっぽいね。漂白剤聞いたことねえぞ、温泉の中に漂白剤入れるって。掃除するときは、ね。使うかもしれないけど湯船に直に入れるのはそうだね、初めて聞きます。あ、これあれだ、UV のゲージを回復させるためのものですね。温泉はパッと見あそこしかないのかな？今はもうぐるっと一周してきてるけど。ということは、ちょっと、
とりあえずここに漂白剤は置いていこうか。とりあえず3つ用意したから行きましょうか。それじゃあ中入っていこう。もう耐えられない。どこいる？あ、聞こえない。聞こえないぞ。お、ちょ待って、どこいる？女性なんだね。どんどん。アゼーゼルに、取り憑かれてる。オッケー。まあ、儀式に失敗した。まだ、あれじゃん。普通の人間じゃん。ほら。この上のが雲系、雲の剥製系。この雲が、そうだね。これを生贄にしたけど、アゼーゼルに取り憑かれたみたい。ザラさん大丈夫？すごい空気椅子してんだけど、さっきから。強靭の足腰を持ってますね、ザラさんは。すげえな。その空気椅子。おお。取り憑かれた？上。なんか吐いた？あ、完全に憑依されたみたい。これ何？あ、卵だ、卵。卵？蜘蛛の卵でしょ、おそらく。てか、蜘蛛って卵から生まれるかどうか、ちょっと、ごめん、詳しくないからわかんねえんだけど。これを、生贄にして、そうだね。アゼーゼルからザラさんを救えって言ってるわ。これ何？これどうすんだ？あ、そこから逃げていったね。でこれでゲームスタートって感じかな。で、おそらく戻ると、ザラさんが、そうだね、至るところに卵を埋め、ほら。雲出てきたね。そう。ザラさん以外にもね、手下のね、モンスターが出てくるんですよね。でも、UV ライトさえ当てれば消滅させることができんの。ただ、ザラさんはね、消滅させることはできない。で、卵は神社に、お祭りする前に洗浄しなければなりません。お祭りって何？あ、お祭りってそういうことか。祭ってって意味だね。それに、丁寧語を加えてんだ。丁寧語。卵は神社に、祭るには、っていうのがね、日本文としては正しいですね。お祭りっていうのはそういった意味。どんちゃん騒ぎする方じゃないですよ。そういうことか、卵汚れてたよね、黄色に。それを洗うために漂白剤を入れて、そうだね、卵を洗浄しないといけないんですね。くんなよ。じゃあ洗浄しようか。あ、洗ってる。これで普通の卵になる？なるほど。一回洗浄すると、また漂白剤を入れないといけないんだ。あ、ちゃんと、黄色い液が、そうだね。落ちてますね。で、ピラミッドマーク。そういうことかな。祀るところのマークに合わせないといけないんじゃない？どうだろう？合ってっかな？ここは多分丸。丸の卵を置きなさいって言ってるんだ。そこはドクロ。ピラミッドの。またあった。ピラミッドのを探さないといけないんだけど。開いた。ここ違う。あ、鍵あった。客室6だって。
怖えな。鏡を見るにはケオス。ああ、そういうことね。インベントリね。インベントリを開くには KO を押してくださいと。開いた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 。ああ、またあった。鍵。倉庫の、倉庫の鍵。ビビるよね。教団員が喋ってんですけど。ビビるからちょっと。落ち着いて。で、とりあえず、これ洗うか。まあ、漂白剤はね、もう事前に集めてるから、大丈夫。来んなよ。怖いよね。どういった効果音が流れるのか知らないから。炎だって。ちょっともう、洗浄しとこう。これ、2階臭いな。あ、あったあった、卵。これもちょっと洗ってこよう。あ、あった。ドクロマーク。来ましたよ。とりあえずドクロだけ先に入れましょうか。ドクロを置く。ん？置いた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 。え？あ、長押しね。もうさっと置きなさいよ。置いた。燃えた。え？ 10 個備えないといけないの？10箇所に備えないといけないみたい。やばい、来てる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 。どこいるどこいるどこいる。ああ、そういうことが2階にもあるんだね、備える場所が。すげえすげえ。来た来た来た。おお、早っ。ちょ待って、怖っ。早い早い早い。ちょっと待って、怖っ怖っ。待って、ザラさん怖っ。儀式が進むにつれてザラの怒りを鎮めるにはよく多くふらつかせる必要がある。ザラの目が赤い時は UV ライトが効きませんって。バカじゃないの。嘘。やばい、後ろ。あ、ちょ、2階行こう2階行こう。は、赤い時は、は。これ誰。通常のザラだね。目がやばいわ。あ、帰っていった。帰っていった。えぐ。ちょっと待って。怖っ。足早いね。ザラ。まずいよ。追いつかれるよ、あんな。開かない。開いた。卵あった。これ。怖いな。炎あった、炎。炎は、さっき、やったよね。ていうか、隠れる場所ちゃんと見つけとかないと。あ、こことかね。そこもね、客室には、とりあえず隠れるエリアがあるっぽい。漂白剤あったわ。一個しか、それはきつい。それはきつい。マジか。蜘蛛の巣は UV ライトで燃える。いや、ちょっと待って。どっちか一方しか持ってないのはきつすぎ。逆十字か。トイレあった。トイレの作りもしっかりしてんね。これ一人難しいな。一人難しいぞ、みんな。なんか思ってるよりか。トイレは隠れられる？無理か。隠れることはできないみたい、トイレの中は。羊マークあったよね。ヤギか、ヤギマーク。これ一個一個置いていこうか。仮設置だけしといて、で、あと一気にこう畳みかける感じがいいのかもしれない。今さ、仮設置してるけど、これ全部はできないと思う、なんか。おそらく、あれじゃないかな。この卵を備えた後に、
新しい漂白剤とか、鍵とか、卵がスポーンするんじゃない？後ろ？どこどこどこ？どこ？どこけ？とりあえず置いて、あ、そういうことね。あ、あ、しっかりと。ザラ近くいんね。うん。あの、バリケード設置していった。パークがあれば。オッケーオッケーオッケー。ちょ、一旦ここに隠れて。パークがあればね、このブラックライトの、回復速度の向上とかね、そういったのがあるみたいなんだけど。消えた？見えねえからな、こっからだと。消えたくさい。ここだ。魔法陣。ほら。これ、あー、でも、もう温泉漂白しないといけないよね。漂白剤。持って行って。ここ降りれる？あ、降りれるんだ。降りれるみたい。ショートカットポジション見つけた。やばい！どこ？どこから出てきてる？ん？ごめん、どこにいるかわかんない。湧いたよ。湧いたよ。危ない。オッケー。ひるました。いけいけいけ。どこだっけ？来る？消えた？消えた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 。うん。そろそろ、そうだね。備えないと、出てこないっぽい。残りの卵が。じゃ、まず、ヤギ、行きます。いやー、死にたくねー。もうすぐ隠れようか。オッケー。備えた。危ない。燃えてる、燃えてる、燃えてる、燃えてる。すげえ燃えてる。怒ってる、怒ってる、怒ってる、怒ってるよ。ザラちゃん怒ってるよ。いや、怖えー。これ頻度が上がるんでしょうね、おそらく。いるな。2階にいる。2階か。いや、違う、そこだ、そこだった。危ない。ちょっと待って、あのね、なんか心なしかね、光を当てる時間が長くなってきてるね。ここだったよね、逆十字あった。これで全部じゃない？多分。あ、違う。まだ、あの、空いてない客室あるよね。あそこにも、ここか。ここの鍵手に入れないといけない。落ちてねえかな、どっかに。オッケー、入る。おー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 おおおお、早いって早いって。トイレ隠れられてもいいんだけどね。なぜ隠れられない？危ない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 。え、嘘。は、嘘。無理。あ。嘘やろう。塞がれた扉。そういうことか。一回照射してからしばらくは赤い目になるから再度照射できないんだね。うわ、嘘。マジか。うわー、下準備してたのに赤い目になるってそういうことね。49分、1時間近くやってるよ。え、むず。はい、ですね、赤い目の使用とか分かったんですけど、
てっきりさ、自分スタンした後ね、そのキャラがこう壁とかになるんじゃなくて、そのまますり抜けられるって思ってたんですけど、そうだね、出入り口前でスタンさしちゃうと壁代わりになっちゃって通れなくなるみたいで、ね、また再度照射しようとしたけど赤い目になってたからもう効きませんでしたね。むずいな。うわー、俺結構時間かけたんだけど、1時間もかかってたこのゲーム難しい一人は。はい、ちょっとね長くなったんで、まあ、今回はここまでにしておきたいと思います。今日はね、まあ、軽い練習って感じで、やるつもりだったんで、はい、ちょうどいいかなって思ってます。はい、ということで本日はですね、カルト信者が、まあ、悪魔払いを行うゲームディボア初めてやらせていただいたんですけどね、最後まで、見てくれてありがとうございました。次回やるときはね、ちょっと誰かをこう引き連れてやっていければいいかなって思ってます。通常の難易度でもね、かなり難易度が高かったです、一人でやると。はい、それではね、まあ次回やるときはまた見ていただけるとありがたいです。島津のディボアになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。